ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。そして弟のオトです。うわーオトです。初共演だよ。初共演だね。うん、どう心境は。心配だから出てあげてるんだよ。何心配って。だって姉ちゃんすぐ失敗するじゃん。いや心配しないよ、ちゃんとした大人だから。本当に。それでね、今日はね2人でゲームをやりたいんだけど。ゲーム？うん、ちゃんと企画持ってきたから。じゃじゃーん、英語禁止ゲーム。え、何、どういうこと、ちゃんと説明してよ。まあまあ音、流行る気持ちを抑えて。英語禁止ゲームっていうのはね、トークテーマを決めて会話を2人ずつするんだけど、英語話したらダメ、カタカナも話したらダメ。カタカナも、ま、そう、負けになるからね。え、わかった。ほんと急だな。でも俺姉ちゃんにはさすがに負けないわ。お、言うな。負けた方は罰ゲームね。え、実は内容も考えてきました。負けた方がみんなに対してキュッとさせる言葉を言う。は？それじゃあ張り切って言ってみよう。じゃあ最初のテーマはロート製薬。よーい、スタート。待って、それずるいよ、姉ちゃんの方が詳しいに決まってるじゃん。先になんか話してよ。じゃあ、しょうがないな。まあいいよ。うちの会社って実は女性の社員が約6割もいるんだよ。すごい多いでしょ。しかも産休育休後の復帰率がほぼ10割。めっちゃめちゃ女性に優しい会社なの、うん、しかも時間外労働は月平均で14時間、健康経営って掲げてて、本当の意味で心身ともに健康を目指して、もうね、とっても働きやすい会社なんだよ。すごいね。てか何気に会社の宣伝してない？知ってること言っただけ。まずは自分たちが健康じゃないとみんなを健康にすることなんてできないからね。うちの会社の社員はみんなを健康にするためにこれからも立ち止まらず頑張っていきます。そう、そしてそのための合言葉がもうみんなも覚えたかな。せーの、ネバーセイネバー。はい、アウト。次負けないから。次のトークテーマは夏休み。夏休み？うん、もうすぐでしょ。ほら、何すんの？夏休みは俺部活だよ。あ、そっか。何もだっけ？音って。球を蹴る部活。球を蹴ってどこに？週休だよ、週休。わかる？漢字。わかるよ。私天才だから。え、それで球を何に入れたら勝ちなの？球を蹴って、うん、目標のものに入れて、うんうん、点が多かった方が勝ち。そうだね。はい、次姉ちゃんの番だよ。私は自転車でね、山へ行きたいかな。山。山行って何するの？え、てか私はね、自転車で山とかに行って星を見たいの。星。星？うん。え、絶対綺麗だよ、夏の夜空。まあそうだろうね、うん、それだけ。それだけだけど、ひどい、ずるい。もう、え、何したいの？じゃあしたいこと。でも部活の後は疲れるからな。でも疲れて、ほら汗臭いでしょ。じゃあお風呂に入るよ。お風呂に入ってなんか食べないの？冷たいものとか食べないの？冷たいもの、うん、麦茶でいいかな。麦茶美味しいよね。違うでしょ。でも夏暑いとあれが食べたくなるよね。あれ、うん、あれ言ってみ。言わないよ。どうしたらいいんですか？どうしたら。音は英語かカタカナ言葉を言ってくれるんですか？そうだな、うーん、夏休みと言ったらでも宿題だね、うん、そうだね。最初にやる派？後にやる派？俺は後にやるかな。うーん、結構最後に焦っちゃうタイプ。本当に？本当だよ。まあ私最初に終わらせるけどね。それこそ本当？え、本当だよ。え、本当に終わらせてるから。全然見えない。え、部活何部？部活は週休部だよ。言ってよ。待って、終わらないんですけど。そうだな。あ、ほら、オトよくやってるよね、夏休みのさ、暇な家帰ってさ、お風呂入った後にさ、ピコピコピコってほら。それ今のカタカナじゃない？え、これ、え、嘘でしょ。え、これなしだよ。これはあれだよ、なしだって負けが確定しちゃう。待って、なしピコピコはあれだよ、あの擬音だから。はい、ダメ、姉ちゃんの負け。じゃあ次の問題は3点。え、ちょっと待ってよ、終わりでしょ。いや3点。こういうさ、ずるいよ。番組で面白いのは最後の問題だから。最後の問題は
3点。3点だから。じゃあ次のテーマは旅行。旅行旅行。ほら、音行きたいとこないの？そうだな、沖縄行きたいかな。あ、沖縄いいよね。沖縄で何したいの？沖縄で海見たい。海？海か、いいよね。海って言ったらやっぱすることいっぱいあるよね、沖縄ならではのものとかさ。なんだろう。でも船に乗ってゆっくりするのもいいよね。そうだよね。姉ちゃんは？え？姉ちゃんは旅行はどこ行く？じゃあ海外ね。なんで指定すんの？なしなし、私は北海道行きたいもん。ずるい。北海道行きたい。北海道で何するの？綺麗な音が出るものを買いに行きたいな。綺麗な音が出るもの？そう。何それ、わからないんだけど。お、まあ、北海道いいよね。ちょっと食べ物も美味しいから。姉ちゃんさっきからずるいよ。ちょっと待って、もうずるいよ。なん、うん、他は？行きたいところ、うん、そうだな。でもやっぱり東京も行ってみたいかな。東京で有名なところって言ったらどこ？東京の塔。東京の塔？とか銀座。銀座には何があるの、お姉ちゃん？いや、ちょっとわかんないな。お姉ちゃんあんま行ったことないからな、東京。姉ちゃん大人でしょ。東京行ってどこ行きたいの、じゃあ。高いところに登りたいかな。それ何、なんてやつ？いや、ちょっと名前をど忘れしちゃったかもしれない。いや、もうな、強いよ、言ってよ。東京で食べたいもの、じゃあ何？東京で食べたいもの、うん、でも築地に行ってみたいかな。築地？美味しいお魚いっぱいあるもんね、うん、私も行ってみたい。もんじゃ焼きとかも食べたいよね、普通に。もんじゃ焼きね、うん、やば、普通の会話しちゃってるよ。ゲームだよ、ゲーム。はい、じゃあ、あ、ゲームって言っちゃった。待って、もう。はい、姉ちゃん負け。これは心にきますね。じゃあ罰ゲームの時間です。みんなに対してキュンとさせる言葉、姉ちゃんよろしく。まあ、キュンとするかはわからないけど、やってやりますよ。いきますね。今日もお疲れ様。今日も目を使いすぎたん？じゃあ、あなたの見る目薬の心ちゃんが一肌脱がねばやな。でもその前に、健康第一に考えた心レシピ料理一緒に食べよ。今日も腕によりをかけて作ったからな、めっちゃ美味しいでーな。キュンとするかな。キュンとするよ。私めっちゃ今考えたよ。頑張ったよ、褒めてよ。家族のこういうの聞くのって複雑だよね。いや、もうほんとそれね。私なんでこんな罰ゲーム考えたんだろう。姉ちゃんが悪いんだよ。悪くない。音も言う？俺は言わないよ。だってこれ勝負だもん。今回は姉ちゃんの乾杯だからね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。